にょ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 。よくやっているな、エルシオールとモン。よっしこか。いです。え、失礼しました。もし指です。よっわなんだったんだ。メイ情報エンジンパクト。エンジンがエルシオール、私たちだけじゃ。何がどうなってんだい。ともかくただの故障じゃないことだけは確かなようだね。さっきの黒い光無人ダメだ。こちらも回避不能です。敵の椅子。ああ大丈夫か。A ブロック除去。友軍艦隊タクト。こっちも生きてるよ。みんな無事かい。はい、とりあえず大丈夫です。ダメみたいです。ごめんなさい。エレベーターホールで火災発生。諸火班、救護班、急いでください。敵艦隊さらに接近。今ならまだ間に合う。芝王子を救命ポットで脱出させるべきだ。何を言う。私だけ脱出するなどできるか。あの指令、乗組員には退艦命令を出しますか。ライアーズ氏、ダメ、全然動かない。どうしたらいいの。せめて修理機能だけでも回復できれば。無理な注文言ってもしょうがないよ。こいつは覚悟を決めた方がいいかもね。もうここまでなんでしょうか、私たち。そうかもしれない。紋章機が動かないんじゃどうすることも。ここで諦めてどうするんだ。自分たちの力を信じろ。最後の最後まで。そうだね、ここで逃げてたまるかっての。せっかく今日まで頑張って今投げ出したら全てが無意味ですわ。私たちが倒れたら次はもっと多くの人たちが犠牲になる。つまんないちっぽけな命かもしんないけど、あんな得体の知れないものにくれてやるほど安くないんだから。絶対に絶対に負けません。あ、何何何よこれ。これは何かが勝手に動いて。紋章機の隠された力。紋章機の全システム見ろ。エンジェル隊から発信です。翼が出力。動力系良好。考えるのは後回しだ。まずは目の前の問題を片付けようじゃないか。はい、黒き月。なんだ。エンジェル隊エルシオン作戦図。敵のヘッド高速艇、それも
ああ、うちらの底力見せてやろうじゃないの。もう一度。了解。今なら負ける気がしないわ。今の紋章機なら。その通り。今度はこっちの番だよ。これまでやられた分、利子をつけてお返しして差し上げますわ。今を。行きましょう。よし、行こう。みんなの力を合わせて黒き月への突破口を開くんだ。全体何がどうなってんだい？紋章機に翼が入るなんて、おまけに性能まで上がってさ。この翼のおかげで命拾いしたとはいえ、わけわかんないね。もうまあ、せっかく性能が上がったんだから、有効に使わせてもらおうか。タクト、今から攻撃を始めるわ。紋章機がどれだけ強くなったか、この戦いで確かめてやるよ。ただでさえ強力な紋章機なのに、まだ性能が上がるとはね。攻撃に成功。今の攻撃を回避したんですよ。さっきはよくもやってくれたね。ほらほら、お返しだよ。目標に到達いたしました。今度は絶対に当てるわよ。わかったわ、タクト。やり、ど真ん中。少し狙いがされましたわ。でも次は命中させて。アンダークロー、かわされちまったよ。こりゃ、やったわよ。本気でかからないとね。敵を撃ち落としたわ。了解です、タクトさん。大当たりです、タクトさん。次もこの調子でいきます。了解、すぐに向かうわ。今なら一つ飛びよ。はい、タクトさん、お任せください。
攻撃が外れました。申し訳ありません、タクトさん。今の威力は自分でも驚いたよ。この翼のおかげだね。了解。あいつらに新しい紋章の力を見せてやるよ。ハーベスター、了解。これから攻撃に入る。今の4番機ならすぐにガタがつくさ。攻撃が外れました。申し訳ありません、タクトさん。目標へのダメージ、こちらの予測を大幅に超えています。オッケー、任せといて。了解しました。よし来た、タクト。すみません、タクトさん、攻撃失敗です。了解です、今すぐ行きます。リペアウェイ。あれ、当たったと思ったのに回避できてる。よかった。はい、タクトさん、行動を開始します。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。了解しました。タクトさん、攻撃を回避できました。回避に成功しました。夢でも見ているような気分ですが、紋章には翼がついてしまうのに、その程度の攻撃では私を止められませんわよ。了解です、タクトさん。うまく当たったようです。狙った箇所に正確に当てられますわ。トリックマスター、了解ですわ。タクトさん、攻撃を回避できました。攻撃されましたけど、あまり効いてないです。回避に成功しました。大強度大幅に下がった。まだいけます。はい、タクトさん、行動を開始します。回避が成功しました。聞いてよ、この紋章機すごいわ。攻撃を受けたわ。でもかすり傷だから心配しないで、タクト。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。あれ、当たったと思ったのに回避できてる。よかった。タクトさん、攻撃を回避できました。大丈夫、かすめただけですわ。はい、タクトさん、お任せください。少し損傷が増えてきましたが、まだ戦えますわ。回避に成功しましたわ。私なら大丈夫。敵を撃ち落としました。この調子で頑張ります。はい、タクトさん、任せてください。いけない、狙いがそれちゃいました。はい、タクトさん、お任せください。あれ、当たったと思ったのに回避できてる。よかった。しちまったか。ハーベスト、大丈夫。目標の処理は完了しました。了解しました。すぐに飛んでまいりますわ。
はい、タクトさん。行動を開始します。早くこの感覚に慣れなきゃ。チェ、外したか。でも二度は外さないよ。オッケー、任せといて。目標沈黙。今の紋章機には誰も叶いやしないよ。攻撃、目標発見。これより攻撃に向かう。違うのよ、機動力が。了解、あんたを信じるよ。アタック期待強度がやばいかな。うん、まだいけるわ。オッケー、任せといて。ハーベスター、目標の修理を完了しました。やった、敵をやっつけたわよ。こんなにあっさり倒せるなんて。ハーベスター了解。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。了解しました。タクトさん、攻撃を回避できました。回避に成功しました。ハーベスター、目標の修理を完了しました。タクトさん、なぜ紋章機の性能が急に上がったのでしょう。さっきはよくもやってくれたね。ほらほら、お返しだよ。ただでさえ強力な紋章機なのに、まだ性能が上がるとはね。回避成功。今日私は一味違うわよ。了解です、今すぐ行きます。よし、回避できた。効果的な一撃を与えるの反応がすごくいいわ。タクトさん、ご覧になりました。あれ、当たったと思ったのに回避できてる。よかった、回避に成功しました。エネルギーが足りなくなってきたから呼吸はまだ大丈夫かな。もう許さないわよ。いけー、アンカーク。やったわよタクト、敵を撃ち落としたわ。了解、あいつらに新しい紋章機の力を見せてやるよ。オッケー、任せといて。よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。一番機、攻撃を受けました。ハイパーキャノン。すみませんタクトさん、攻撃失敗です。はい、タクトさん、任せてください。よし、来たタクト。了解しました。あれ、当たったと思ったのに回避できてる。よかった。はい、タクトさん、任せてください。ハーベスター了解。再び動けるようになってから性能も格段に上がっています。
解しました。すぐに飛んでまいりますわ。翼の生えた紋章機の力試してまいりましょう。攻撃を始めます。ナノマシン全方位発動。リペアウェーブ。そろそろエネルギーが切れそう。早く補給させてよ、タクト。4番機、攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。攻撃目標、全滅しました。タクト、今なら黒き月に到達できるぞ。よし、目標変更。黒き月本体を狙う。黒き月。なんだ。のはセンサー類。威嚇。やむ。は。黒き月の絵。やったか。マイヤーズ司令。でかい図体して案外大したことなかったね。さあこのまま一気に。なんだこりゃ。ハッピートリガーの翼が消えていく。出力も急に落ちちまったよ。どうなってんだい。他の紋章機からも翼が消えました。紋章機の出力が平常以下に落ちています。どういうことだ。黒き月を叩く絶好のチャンスだってのに。司令、ルフト重傷から通信が入りました。タクト、あのデカ敵が動く。そう、了解。マイヤーズ司令、味方依然地惑星ローム生き残った。失礼します。来る途中で外の様子も見てきたけど、ひどいもんだね。無傷の船なんて全然いないよ。皆さん、死傷者も相当な数に上っているようです。これじゃあ体制の立てな。こっちも命拾いしたんだ、お互い様さ。できればあのデカブツにとどめを刺しておきたかったけどね。それにしてもあの時紋章機とエルシオールに起きたあれは一体何だったんだい。それに関してはクレーター班長を中心。司令、ルフト重傷から通信。ご苦労じゃ。状況か。ファーゴを出し、他にもわしより買い多くの犠牲は、うん、謹んで拝命いたします。さてタクトよ、お前の今後のことなんじゃが。エルシオールとエンジェル隊の司令は引き続きお前に任せようと思う。引き受けてもらえるか。うん、頼むぞ。他にもいろいろと聞きたいことはあるが、いかんせん処理せねばならない問題が山積みでな。また時間が取れたらこちらから連絡しよう。ともかく今はゆっくり休んでくれ。タクト、ポルテさん、どうなさったのですか。いや、なんだ。おかえり、タクト。どうした。黒き月に変化が見られます。メインモニターに黒き月の
新手の無事攻撃エース。いかにも黒き月自己増殖さするにくだとしたらそれだけじゃないよ。ファーゴとロームを壊滅させた攻撃や紋章機を機能停止させた妙な光も配信しますなんだ。これから何でしょうか。ああそうだな、ファーゴを離れてそんなに時間。それじゃあ私たちは先に休ませてもらおうとするよ。行こうみんな。舞踏会で大立ち回りした後は宇宙でもっか。やれやれ、この一日は長かったような短かったような。なあ、お言葉に甘えさせてもらうよ。お疲れさん。では私も部屋に戻らせてもらうぞ。皆の者、ご苦労であった。そうだな。数少ないエルシオール。まったくだ。お前のその性格が今は、交代が必要に。私たちも、指令も。司令官に就任してくださったんですってね。バニラさんから聞きました。はい。はい。こちらこそ。本当ならもっと喜びたいところですが、すみません。今は。近くの外壁に被弾したせいで波を起こす装置が故障しましたが、大したことはありません。ですが宇宙クジラが悲しんでいるそうです。いえ、そうではありません。ただ心が痛いんです。一夜のうちにここ400年分と同じくらい、いやそれ以上の人々の嘆きと悲しみを聞いた。宇宙クジラはそう言っていました。宇宙クジラが言っています。気にするな。お前たちはお前たちにできることをしてくれ。いずれ決断の時が来るだろう。勇気を持って前へ踏み出すがいい。だそうです。いいえ。それでは僕は動物たちの部屋の点検途中なのでこれで失礼します。
私たちにできること。大勢の人々が亡くなりました。私は見ていることしかできませんでした。わかっています。でも亡くなられた人々の家族や友人の悲しみを思うと胸が痛みます。タクトさん、私たちはこれからどうすればいいのでしょう。私も同じ考えです。はい、私にできることがあれば何でもお言いつけください。タクトさんの言葉を聞いていると安心できます。やはりタクトさんが司令でよかった。それでは所用がありますので、私はこれで失礼します。どうされました？はい、おかげさまでみんな怪我もなく無事です。ところでタクトさん、宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみますか？わかりました。では少々お待ちください。という感じみたいです。もう一度ご覧になりますか？そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。あ、マイヤーズ司令、お疲れ様です。まだ謎の部分もありますけど、だいぶ解明が進みました。当事者からも助言をいただいていますし、私らだよ。あの時紋章機に乗っていた人間として当時の様子などをお伝えしていたところですの。おかげでとても助かりました。原因の究明は難しいですが、何が起こったのかに関してはもうじきご説明できると思います。いいえ、こういう状況でこんなことを言うのもなんですが、楽しんでいます。ロストテクノロジーの謎を解き明かすことこそ研究者である私たち月の巫女の使命であり、無常の喜びですから。小さな女の子ですか？ノア。いえ、そういう子は見たことがないですね。何かの見間違いではありませんか？なんだい？面白そうな話だね。小さな女の子。タクトってはそういう趣味があったんだ。人は見かけによらないね。冗談はさておき、ちょっと気になりますわね。話が本当だとしたら、その女の子は何
者だったんでしょう。単に寝ぼけてただけなんじゃないの。夢でも見たんでしょ。でもエオニア軍のスパイということも考えられますわ。そうそう、考えすぎだよ。いつものタクトみたいにもっとアバウトにやればいいんじゃないの。おや、違ったかい。でも寝ぼけるというのはある意味タクトさんらしいかもしれませんわね。まあ何かあったらその時に考えればいいさ。じゃあ私はそろそろ行くよ。私もお先に失礼させていただきますわ。はい、お任せください。治療終わりました。すごい、もう痛くない。どうもありがとう。あら、マイヤーズ司令、いらっしゃい。いえ、ちょうど今終わったところです。それよりバニラから聞いたわよ。また司令に戻ったんですってね。そうね、なんか不思議よね。もっともこういう非常事態の結果そうなったというのは皮肉な感じだけど。司令が気を落とすことはないわ。あなたは立派に戦っている。これからもよろしくお願いね。ウギウギです。目を離すと心配なのでなるべくそばに置いておこうと。いえ、いつ自分の部屋が被弾しないとも限らないですから。大丈夫よ。さっきはたまたま防御システムがダウンしてたせいで被害が大きかっただけなんだから。そうなのですが。もちろんよ。ナイスアイデアだわ、司令。それではケイラ先生、今度の戦いからはウギウギをお願いしてもいいですか。任せて。後で世話の仕方を教えてね。はい。ああ、タクトかい。ちょいとここに置いてある銃や弾薬を整理してるんだよ。ほら、さっきの戦いでこの辺も被弾しただろ。火薬が誘爆したらシャレになんないから小分けにして厳重に保管しようと思ってさ。使う時に手間はかかるけど、エルシオールごとコッパの字になるよりはマシだからね。
梱包が終わったら部屋に運ぶから、その時に手が空いてたら頼むよ。もっとも、あの黒き月の砲撃を食らったら何の意味もないけどね。ああ、あの黒き月とかってのはロストテクノロジーなのかね。それにしても、あんな実用的じゃない兵器を装備させるなんて、何考えてたんだろうかね、昔の人は。だからさ、あまりにも大出力すぎるんだよ、あれは。宇宙船をちまちま狙うには絶望的に向いてないし、かといって衛星なり惑星なりにぶっ放したら、そこはもう二度と使い物にならない。戦争ってやつは、相手の持ち物が欲しくて始めるもんだろ。その持ち物まで壊しちゃ意味ないじゃないの。さあ、私には見当もつかないね。あんたはどう思う？いわゆる抑止力ってやつかい？なかなかいい線いってるかもね。そんなこったろうと思ったよ。でも、その抑止力を後先考えずにぶっ放したエオニアって坊やもいたわけだけどね。単に使ってみたかっただけなんじゃない？新しいおもちゃを手に入れた子供がそれを試してみたくなるのと同レベルさ。ああ、そうさ、悪い子にはうんとお仕置きしてやらなきゃね。頼むよ、マイヤーズ司令。おや、タクトじゃないか。今時間あるかい？さっき言っただろ、弾薬を自分の部屋に運ぶから手伝ってくれない？助かるよ。それじゃあ、荷物を持って私の部屋まで来ておくれ。ああ、ご苦労さん。今コーヒー入れるから座って休んでね。気が晴れた。司令官殿は何かお悩みかい？察するにあれかい？エオニア軍に勝てるかどうかで頭を悩ませてるわけだね。一人で悩んでても埒が明かないだろう。話してごらんよ。私でよければ愚痴ぐらいいくらでも聞いてあげるよ。さてね、いっそのこと、おとなしく降伏した方が得策かもしれないよ。つまんない意地だけで強い相手に逆らうのもバカな話じゃないか。私らも余計な苦労しなくて済むしさ。そうは思わないかい？そこまで分かってるなら、やることは決まってるだろ。そうさ、その意地を張り通してごらん。それに、タクトには私たちが、いや、この私がついてるんだ。絶対に守ってあげるよ、何があっても。何？お互い様だよ。タクトがその気なら、
私も安心ってもんさ。あ、おやすみタクト。マイヤーズ司令とエンジェル隊はブリッジまでお集まりください。繰り返します。紋章。ぜひ説明を聞きたいね。私らもずっと気がかりだったんだ。はい、調査の結果、つまり。やっぱり、でも。外部からね。そうです、その解析、紋章機。ロストテクノロジーの結晶とか言われてるけど、要はブラックボックスばっかりで、オリジナルのまま使うしかなかったってことだろ。そう言われる。まず、ただ、また、これらの100%? 私たち、どういうこと？スロット、つまり。やっぱり、つまり。ですが、一度出た翼が消えてしまったのは、なぜなのでしょうか。その原因。そうだな。翼の、結局、私たち、シャトヤンさん。はい。攻撃面。ええ。選手部、そんなにす、それに、追加兵装。それに、私に、それを、ちょ、私、それに、そ、信じ、そうい、そうです。この見取り、だから、信じ、それはいい。ま、いいよ、タクト。あんたの決断を信じるよ。戻ったか、ノア。敵の様子を見てきたわ。残った戦力を必死でかき集めてるみたい。そんなことしても無駄なのにね。それから、ヘルシオールと紋章機は、白き月へ向かうみたいよ。白き月？どういうことだ？多分、紋章機の翼と関係があると思うわ。あの翼か。あれは一体何なのだ？リミッターを解除した姿。え？紋章機本来の姿と言っていいわね。多分エルシオールも同じだと思うわ。だとすると少々厄介なことになりそうだ。心配することないわ、お兄様。全部ノアに任せておいて。ノアにできないことはないわ。あの翼だってもう解析したもの。ノアの紋章機が負けるはずがないわ。それは心強いな。しかし、あの5人にノアの紋章機を使いこなせるかな。ノアの紋章機は誰が乗っていても同じ。人間が乗ってさえいれば。
それはどういう。どっちにしてもノアたちの方が先に白き月についちゃえば関係ないわ。ああ、そうだな。しかし奴らの方が足は速い。足止めが必要だな。そのお役目、ぜひともこの私にお任せください。シェリー、エオニア様のため、あの紋章機を必ずや撃破してご覧に入れます。たとえこの命に代えましても。シェリー、お前は私の大切な部下だ。その気持ちはありがたいが、早まった真似だけはするな。あなた様のお役に立つことこそ私の望み、私の生きる意味そのものです。ご心配には及びません。今まで私がエオニア様の期待を裏切ったことがございましたか。いや、私が皇国から追放された時も、それ以降も私の忠実な部下でいてくれた。今後もそうあり続けてくれることを期待している。奴らを打ち倒し、そして必ず戻ってこい。ありがたき幸せ。そのお言葉は私にとって何よりの力となりましょう。どうか吉報をお待ちください。ヘルハウンズ隊をお借りいたします。では。おかしいね、言葉が力になるの。あの人どこかにバグでもあるの。なるほど、白き月と紋章機、そしてエグシウォールにはそんな秘密があったのか。確かに通信では話せん内容じゃな。データを見せてもらった今でも正直言ってまだ信じられんよ。広告にロストテクノロジーの恩恵を与え、人々の敬意を集める白き月が、まさか兵器工場かもしれんとはのう。ところでルフト准将、艦隊の再編はどうなっていますか。あまり良いとは言えんな。破損した船の修理にも、周辺の兵力の集結にもまだまだ時間がかかりそうじゃ。どちらにしてもエオニア軍と一戦交えるにはあまりにも力不足じゃよ。お前とエルシオールにはまた面倒な仕事を頼まねばならんようじゃな。まともに動けるのがエルシオールだけである以上、我々がやるべきことは決まっています。しばらく見ぬ間に成長したの。やはりお前たちにエルシオールを任せたのは間違っていなかった。ただ問題は船の修理と物資調達です。今後もエオニア軍との交戦があるでしょうから、どこかで何とかしたいところなのですが。しかしファーゴも惑星ドームもこのありさまじゃからな。そうじゃ、あそこなら。あるいはうん、
惑星ブラマンシュじゃ。そう、かのブラマンシュ財閥の本拠地じゃよ。惑星ブラマンシュはちょうどここからトランスバール本線へ向かう途中にある。あそこなら補給地としてうってつけじゃろう。確かにブラマンシュ商会から補給を受けた前例もあります。今回も引き受けてもらえる可能性は高いですね。わかった、俺はブリッジに戻る。失礼します、ルフト巡将。時にタクトよ、こちらで何か妙なことは起きておらんか。先ほど複数の兵から報告があってな、軍の施設や官邸に侵入した者がいるらしい。それが妙な話でな、侵入者は金髪の少女だったというのだ。辺りを物珍しげに眺めておったそうでな。兵士がそれに気づいて尋問しようとしたところ、煙のように消えてしまったのだそうだ。どうしたタクト。その少女がもしエオニア軍のスパイだとしたら厄介じゃな。マイヤーズ司令、大変です。黒き月が動き出しました。惑星ロームの重力圏から離脱していきます。いかんな、エオニアに先手を打たれたかもしれんぞ。どうやら出発は早まりそうじゃな。わしも急いで自分の船に戻るとしよう。頼んだぞタクト。こちらも兵力が整ったらすぐに後を追う。本勢でまた会おう。はい、惑星ブラマンシュの軌道ステーションにて補給と修理に応じてもらえるそうです。軌道ステーション管制室から連絡です。最後の補給物資を積んだ宇宙船が今到着したそうです。船の修理もブラマンシュ財閥の方に手伝ってもらってますから、間もなく終わります。力を貸してもらえて本当に助かりましたね。向こうはあの図体だ。移動には時間がかかる。多少リスクはあるが、長距離のクロノドライブ航行を繰り返せばきっと追い抜けるだろう。マイヤーズ司令、ダルノー・ブラマンシュ氏から司令宛てに通信が入っています。あなたが司令官ですかな。お初にお目にかかる、ダルノー・ブラマンシュ。うちの娘がお世話になっています。それと私のことはダルノーと呼んでくださって結構。いや、当然のことをしたまでです。我がブラマンシュグループは総力を挙げてあなた方を支援します。我々もエオニアの反乱によって大変な損害を被っております。どれほどの資産が失われたか想像もつかん。
これ以上あのような連中をのさばらせていたら王国の経済は破綻してしまう。そうなればブラマン氏も共倒れです。あなた方には何としても早急にクーデターを鎮圧していただきたい。頼みましたぞ。結構。時にミントはどうしていますかな。ええ、久しぶりに故郷へ戻ってきたのだから連絡の一つをよこせばよいもの。なるほど、確かに私は娘に嫌われているようですからな。率直だな君は。この私に対してこうもはっきりという人間は久しぶりだ。別に怒っているわけではないから安心したまえ。なるほど、確かに興味深いな。なかなかどうして歯ごたえがありそうだ。ではこちらの話です。ミントには連絡するようにと伝えてください。それでは失礼。ロッド疲れたって顔してやがるな。今のうちに少し休んでおいたらどうだ。やあタクト、あんたも食事かい？奇遇というよりお互い暇ってことだろ。呼吸中はこれといってすることもないわけだし。まあ、私らが暇なのは悪いことじゃないさ。とりあえず、暇人同士一緒に食うかい？で、またまたランファがミルフィーの強運に巻き込まれたってわけさ。なんかいいね、こういうの。違うよ、こうやってゆったりのんびりしてることがさ。まあまだ気を抜くわけにはいかないけどね。本番はこれからなんだからさ。補給が終了しました。これより本艦は惑星ブラマンシュを出航します。マイヤーズ司令、至急ブリッジにお戻りください。ぼやかないぼやかない。お仕事の時間ですよ、司令官殿。報告します。レーダーの反応、先行させている無人哨戒機からの情報ともに異常ありません。この先にある2つの高重力帯の間をすり抜ければ次のクロノドライブに入れます。そうすればトランスバール星系はすぐそこですよ。だが順調すぎる気もするな。何事もなければいいな。
人哨戒機からの情報が入ってきました。前方の高重力帯に差し掛かった模様です。航路上に未確認物体を確認。人工衛星のようです。規模は…衛星から高エネルギー反応を感知。なんだと？通信途切れました。決まってる。エオニア軍による攻撃だろう。そのようです。哨戒機が最後に送信したデータによると、黒き月の攻撃衛星と形状が似ています。ご丁寧に石章を設けていたとはな。それにしても哨戒機が発見するのとほぼ同時に撃ち落とせるとは、かなり射程が長いと見えるな。一応大きく遠回りしていくルートもありますが、時間がかかりすぎますよね。しかし大火力の敵に長距離から狙い撃ちされるとなると、攻略には骨が折れそうだ。司令、後方から艦隊が接近してきます。エオニア軍と思われます。しまった、追いつかれたか。敵艦の中に以前交戦したシェリーと名乗る女性将校の戦艦を確認しました。これが機関と思われます。それから大型戦闘機が5機急速に接近してきます。戦闘機、またあいつらか。待て、このまま進んだら攻撃衛星の射程内に突っ込むことになるぞ。それも手だが、もし追い込まれれば攻撃衛星と挟み撃ちにされるな。だが敵の艦隊は半分の戦力で戦えるほど甘くないぞ。単独で攻撃衛星を叩けっていうのか。それはいくらなんでも無茶だ。それしかないか。だが誰を行かせるんだ。なるほど、射程の長い攻撃衛星を誰かが破壊しなきゃならないってわけだね。今はクロノドライブに入っているから攻撃を受ける心配はない。しかしドライブアウトしたらすぐに作戦を開始しなければ手遅れになるだろう。責任重大な任務なのですね。せめて二人で向かうことはできませんの？一人では負担が大きすぎますわ。それで衛星の方に行く人をどうやって決めるんですか？くじ引きとか？あんたね、こんな重要なことをくじなんかで決められるわけないでしょ？どうって言っても、だったら私が行くよ。この任務に求められている機体の特性を考えたら、
私が適任だと思うけど。でしたら私も同行させてください。ハーベスターなら被弾した機体を修理できます。いや、エルシオールを守るための戦力が落ちたら本末転倒ってもんだよ。短期で行くしかない。じゃあ私じゃダメですか？運が良かったら一気に敵をやっつけられるかもしれませんよ。そうだったらいいけど、ミルフィーの運がもし悪い方に転がったら何もかもご破産になるだろう。今回の仕事に求められるのは確実に衛星を排除できる能力だよ。敵の攻撃に当たらなきゃいいんでしょ。小回りの効くカンフーファイターなら。カンフーファイターは装甲が薄いから 2,3 発食らっただけで致命傷になりかねない。腰を据えて狙い撃ちした方が得策さ。遠距離からの射撃でしたらトリックマスターの出番ですわ。私にお任せください。射程距離ならハッピートリガーも大差ない。だったら5機の中で一番装甲が厚いハッピートリガーが行くべきだ。多少の攻撃にはびくともしない装甲、敵の長射程にも対抗できる射程距離、短時間で確実に仕留められる火力。そう考えていったら私とハッピートリガーが行くしかないだろう。実はコンピューターによる計算でもハッピートリガーによる攻撃が最も成功確率が高いという結果が出ている。だろうね。でもそれじゃフォルテさんが危険すぎます。そんな作戦不公平です。ミルフィー、戦いに公平も不公平も関係ないだろう。大事なのはみんなが生き残れる確率の高い作戦を遂行することさ。それに残った紋章機4機でエルシオールを守ることも大事な仕事だよ。それはそうかもしれませんけど。それに作戦を決定するのは私たちじゃない。タクト、ああ、いるよ。その顔だとまだ決めかねてるみたいだね。前におでんを勝手にご馳走になっただろ。そのお返しさ。体を張るのは私なのに、あんたの方がおじけづいててどうするんだい。何今さら言ってんだい。命の危険がない戦争なんてあるわけないだろ。今までだってそうだったじゃないか。その危険を少しでも軽くするために私が行くんじゃないか。この程度のこと、私が育てた司令官殿ならきっと乗り越えてくれるはずだよね。私の知ってるタクトは任務に私情を持ち込むような男じゃないはずだよ。いや、私情を持ち込んでるのは私の方か。みんなの前であれこれ正論ぶったけど、本当はそんなこと関係ないんだよ。
私がこの役目を引き受けたかっただけさ。タクトのために一番危険な場所に飛び込む役目をね。自分が惚れた男は自分で守る。それだけは誰にも譲れない。そう思ったのさ。あんたのことだよ、タクト。あんたのためなら私は命を張って何でもやるつもりさ。ごめんよ、勝手なこと言っちまってさ。ともかく決定権はタクトにある。私みたいに大事な時に公私混同する奴には任せられないと思うならそれも構わない。もう時間がないよ。腹を決めてくれ、タクト。ありがとう。それでこそ私の司令官だ。嬉しいこと言ってくれるじゃないの。ああ、分かってる。あんたを置いて死んだりするもんか。そいつは困るね。なんて信用できない男なんだろ。こいつはさっさとお仕事を片付けて四六時中タクトを見張っておかなくちゃね。ドライブアウトまであと10分です。了解した。それでタクト、作戦は採用するのか。タクトさん、フォルテさんだけ行かせるなんてことしませんよね。じゃあ、俺もお前の決断に従おう。ちょっとなんでよ、私は反対だからね。司令官が決めたことなんだ。文句言うんじゃないよ、ランファ。だって、フォルテさん。了解。これで首都連出撃します。大丈夫だって。この私がそう簡単にくたばるわけないだろ。どうかお気をつけて。ああ、あんたたちもしっかりおやりよ。じゃあ先に格納庫持ってるから。タクト、ひどいじゃない。あんたがそんな白状だとは思わなかったわ。舞踏会のパートナーに誘ったくらいだから少しはフォルテさんのことを好きだと思ってたのよ。今のためにフォルテさんを死なせる気？いいえ、ランファさん。先ほどお二人の間に流れていた感情の動きは決してそのようなものではありませんでしたわ。タクトさんもフォルテさんも互いに相手を信頼し合っています。一つの心のように。へえ。
ルシオール、ドライブアウトします。5、4、3、2、1。通常空間に出ました。全システム異常なし。後方にクロノドライブ反応。敵艦隊が出現しました。戦闘機も発進した模様。あと5分で攻勢圏内に入ります。来たか。こっちも急ごう。了解。これが現在の状況だ。まず我々の進路を塞いでいるのはこの攻撃衛星と、護衛の高速突撃艦だ。こいつらを排除しなければ高重力帯に挟まれた回廊へ侵入することはできない。一方反対側からは敵艦隊が追いかけてきている。こちらの敵は大型戦闘機に、高速突撃艦。機関の高速戦艦だ。もう一度作戦内容を確認するか。了解。ハッピートリガー攻撃衛星の推定射程圏内に入りました。じゃあ追っ始めようか。わかってる。切ってるそばからバンバン撃ってきたよ。こいつは手応えが。ハッピートリガー被弾しました。かすり傷だよ。大したことはない。いいかみんな。フォルテが攻撃衛星を破壊するまで持ちこたえるんだ。そしたらエルシオールもすぐにそちらへ向かう。すぐ落としてみせるから待っていないよタクト。了解。あんたを信じるよ。
に任せておきな。必ず突破口を開いてみせるよ。すみません、タクトさん、攻撃失敗です。今の攻撃を回避したんですよ。タクトとエルシオールは私が守る。外した。あぐれー、どこにいらっしゃい。回避したよっしゃ、任せときな。カンフーファイター攻撃開始。だからタクト、簡単に落ちた。あんたも安心して指揮に集中していいよ。今の攻撃を回避したんですよ。侮れませんわね。回避しただと。芝王子やみんなを守るのはあんたの仕事なんだからね。回避、なんと華麗な回避だ。僕も撃った甲斐があったよ。もちろん私も生き残るさ。ムカつく。信頼に応えるためにも。俺の攻撃をかわすな。おとなしくしていろ。了解、あんたを信じるよ。痛いです。でも回避されたのかよ。タクト、ここが踏ん張りどころだよ。よし、撃墜した。ちょろいもんだね。やばい、キラー。よし、来た、タクト。タクトさん、攻撃を回避できました。今のを回避するとは素晴らしい。さすが。これでも暗いな。トライクバースト。目標を撃ちました。ここが踏ん張りどころだよ。乗れ。よし、撃墜した。ちょろいもんだね。あれ、攻撃が外れちゃいました。ここを抜ける白きつきだ。なんと華麗な回避だ。邪魔するんじゃないよ。撃った甲斐があったよ。目標を確認しました。今のを回避するとは素晴らしい。さすがだね。そうだ、今のが当たってないの。あの攻撃をかわしたのか。僕まで惚れ惚れするよ。今のを回避するとは素晴らしい。さすがだね。あの攻撃をかわしたのか。僕まで惚れ惚れするよ。目標を確認しました。今の攻撃をかわした。攻撃に移ります。少しは楽しめそうね。回避されたか。悪くないね。誰かに見守られているってのは。回避に成功しました。今のを回避するとは素晴らしい。さすがだね。はい、了解しました。了解、行動を開始します。回避されちゃったわ。期待の反応はいい。まあ、これなら大丈夫さ。もう一時は軽いもんだぜ。この攻撃を壊したのか。目標の修理を完了します。まだ惚れ惚れするよ。
狙いがそれましたわ。私としたことが。敵の攻撃を受けました。悪くないね。でも大したことないです。誰かに見守られているってのは。いけない、狙いがそれちゃいました。命中ですわ、タクトさん。タクト、私なら心配いらないから他の子たちを頼むよ。攻撃をかわしました。いけない、ご心配なく。回避されたのかよ。攻撃を回避されましたわ。チャンスでした。回避された悪くないね、まあ、簡単に落ちたら面白くないな。誰か見守られているってのは。あの攻撃をかわすか。面白い。ここを抜ければ白き月だ。邪魔するんじゃないよ。今のを回避するとは素晴らしい。さすがだね。機体の反応はいい。これなら大丈夫さ。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。あなた意外と頑張るわね。お遊びはここまでにする。なんという破壊力。外した。あと回避したんです。ここが踏ん張りどころだよ。この船に傷を負わせるか。攻撃失敗です。そうでなくては困るわ。命中ですわ。ここまでのようね。一旦退かせてもらおう。よっしゃ、任せときな。あれ、攻撃が外れちゃいました。ここを抜ければ白き月だ。邪魔するんじゃないよ。回避する。跡形もなく消しときな。不正か。ストライクバースト。どこ狙ってんだい。また当たってないよ。まだまだ楽しみたいところだが、今回は帰ることにするよ。はい、タクトさん。どうか。タクトさん、俺の攻撃を回避できました。目標の進化を確認しました。目標を確認いたしました。回避しただと。おのれ、俺の攻撃をかわすな。おとなしくしていな。了解、あんたを信じるよ。カット、私なら心配いらないから他の子たちを頼むよ。よし、よし、戦場が増えてきたか。ないのか。勝負、これかわす。敵の攻撃を回避した。ここを抜ければ白き月だ。邪魔するんじゃないよ。当てる。機体強度 50% 以下に低下。そろそろ危険かな。しまった、狙いがそれた。あ、かわしやがった。ムカつく。悪くないね。誰かに見守られているってのは。回避したわ。今風情が生意気な。攻撃外れました。しまった、当たっちゃった。わかったわ、タクト。了解、行動を開始します。タクト、ここが踏ん張りどころだよ。この敵を倒したらエネルギーの補給を頼むよ、タクト。チェッ、ちまったか。大丈夫、かすった程度だよ。機体の反応はいい。これなら大丈夫さ。僕の攻撃をかわすとは、なんて無礼な。打ち損じたか。けどまだまだ。よっしゃ、任せときな。ちょっと食らったけど、この程度なら問題ないよ。あの攻撃かわすか。面白い。狙
ビンゴ攻撃を始めるわ。見たか今の一撃。命中したわよ。見ててくれた？タクト。よし来たタクト。目標を確認。回避したで。攻撃に移ります。50% 以下。選ばれし者である僕が。よっしゃ落とした。見てたかいタクト。回避したのか。風情が生意気な。敵に攻撃を始めるわ。任せといてよタクト。チャンスでした。この猛暑期がここまで被害を受けるなんて。敵の攻撃を回避したら出ないのか。やるな。そんな攻撃でハッピートリガーの装甲は貫けないよ。エネルギーがそこを突きかけてる。せめてこいつを倒すまでは。了解。あんたを信じるよ。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。回避された。はい、タクトさん。せいぞ、あれ、当たってない。なんだ、回避されたのかよ。外れたか、外れたか。タクト、運がここが踏ん張りどころだよ。関空ファイター、攻撃開始。まあ、簡単に面白くないしな。ラッキースター、了解。よし来たタクト。あ、かわしやがった。ムカつく。これでもう大丈夫です。ありがとうございました。機体の反応はいい。これなら大丈夫さ。ラッキースター、了解。敵の攻撃を回避したわ。今度は私が助ける番だ。よし来たタクト。射程圏内に入ったよ。私に狙われるとは運がなかったね。回避された。あと、ここが踏ん張りどころだよ。あの攻撃をかわすか。言われなくても分かってるわ。了解。行動を開始します。目標、攻撃を回避。エネルギーが減ってきたわね。補給に戻ってもいい？分かったわ、タクト。タクトさん、攻撃を回避できました。せいぜいあがけ。捕手、どこを狙っている？敵が見えていないのか？機体の反応はいい。これなら大丈夫さ。目標を捉えました。失敗しました。攻撃耐久率、エネルギーともに回復。感謝します。攻撃に失敗しました。休むな。敵の反撃に備えろ。ここが踏ん張りどころだよ。こちらの攻撃、よし、撃墜した。ちょろいもんだね。よっしゃ、任せときな。目標への着弾を確認。攻撃成功です。よく狙うんだ。機体の反応はいい。これなら大丈夫だ。命中した。回避されたか。今日のところは仕上げるか。次は本気で行くからな。目標を捕捉した。行ってくるよタクト。4番機、攻撃を始める。あいつは私の獲物だ。機体機を戻したか。交代する。敵に攻撃を始めるわ。任せといてよ。弾幕をかわした。ながらやるね。あれ、
が外れちゃいました。攻撃が外れました。申し訳ありません。タクトさん、タクト、ここが踏ん張りどころだよ。あら、当たってない。大丈夫だ。ここまでボコられるとはな。おいらもう帰る。了解、あんたを信じるよ。よし、直撃したわ。ラッキースター、攻撃を開始します。これなら大丈夫さ。ビンゴ、見たか今の一撃。ハーベスター、攻撃成功。さて私の獲物は、あそこか。今のはいい当たりだったね。どうだいタクト、ちぇ、外したか。でも二度は外さないよ。攻撃目標沈黙。敵機関と戦闘機は交代を始めました。タクト、今のうちに目標エリアへ移動しよう。よし、このまま前進。紋章機は引き続き警戒を頼む。いや、まだ油断はできないぞ。敵が諦めるとは思えん。後方のエンジェル隊から通信です。タクトさん、後ろから敵が追いついてきましたわ。文句は敵に言え。機関室、もっとスピードを上げろ。わかりましたわ。了解、クロノドライブの準備にかかります。マイヤーズ司令、先行するハッピートリガーから緊急通信です。タクト、前にも敵がいる。あいつら、回廊の向こう側にも艦隊を呼び寄せていたんだ。エルシオール、回廊を抜けました。レーダーで確認します。前方に艦隊を確認。このままでは間もなくハッピートリガーが光線圏内に入ります。ハッピートリガー一機で前方の艦隊を相手にするのは厳しいぞ。ハーベスター、了解。すまないバニラ。ミルフィ、ランファ、ミント、3機だけになるけど後ろは頼むよ。はい、大丈夫です。フォルテさんこそ気をつけてくださいね。これ以上エルシオールには近づけさせませんわ。お任せください。